はい、岩瀬どこにいるかっていうとタイのバンコクにいます。バンコクの、BTS アソーク駅から歩いて7、8分のところにいます。ソイアソークという大通りを今奥に進んできたところなんですけどね。なるほどです。で、今からアソークの駅の歩いて行こうと思ってます。この辺りホテルが結構あるんで、この辺りに宿泊される方いらっしゃると思うんでね、ちょっとねお伝えさせていただきたいと思います。アソーク駅からちょっと歩いてくるとこういう風にオフィス街になってます。これは本当20年、ここ20年できたビルばっかなんでね、20年ぐらい前がどういった感じになるかっていうのは分かると思います。すぐ前方見ていただくとそこのビルは古いんでね、そういったビルが多かったんで、こっちのビルがね、あんまコートビルなかったんですけど、まあ、かなり変わりました。で、ここ日本の企業も、ね、結構こちらに現地法人も多くなるのかしててですね、あとこれに付随して日本車も結構あります。で、今こちらこれがソイのアソークという、通り、大通りです。で、そっち見ていただくと、プルマンというホテルがあります。プルマンホテルっていうのはフランスのアコーグループのホテルで、高級ブランドです。ソフィテルとかね、メルキュール、ノボテルってあると思うんですけど、そんな中でも、最高級に、ね、値するホテル、プルマンホテルで、これがソイアソークということで、プルマンホテルっていうのは、このソイのアソークと向こう側ソイの23の通りになってるんですよ。そちらに面します。で、今ちょっとこう進んでいってます。まあ、例えば何かここら辺でね、ホテル泊まって、両替したい方とかね、クレジットカード使ってキャッシュ券されたい方、そこに SCB っていうね、サイヤルコマーシャルバンクという、銀行があるんで、そこで下ろすことができます。この辺りはもう本当にそのこれ辺りね、この辺りはまあ、観光客も多いですけどね、もうオフィス街になってるんで、平日になるとね、すごく、サラリーマンの人々が多いです。今日は日曜日ということで人が少ないんですけどね、お店なんかもね閉まってるところも結構あります。で、これがコーヒーベリーということで、ビア、あ、コーヒーベリーかっていう喫茶店がさんで、こっちからねビールが飲めるのかな。ランチビュッフェということで You can eat199バーツ、1人ビークデイは、平日なんですよね。ランチビュッフェということで200バーツで199バーツで食べ放題かな。なかなかいいですね。ちょっとあとここも来てみようと思います。で、まあ、こう見ていただくとね、バイクなんか回してます。このバイクタクシーっていうのは各通りにね、待機してまして、通り上基本的には行く感じです。何かだから10バースと20バース、これは必ず行く前に、乗る前にね確認しなければならないんですけど、それも一つのね、交通手段です。で、タクシーなんかもね、やっぱり日本に比べたら全然安いんで、タクシー、利用するのもいいと思います。ただ時間になると混んでます。特に、土日とかではなくね、平日車で通勤する方なんか結構いてですね、朝8時とか9時で、夕方の夕方のだいたい5時6時とかねぐらいはかなり混みます。なので、なかなか例えばタクシーが乗車拒否をしてきたりとかもしたりもするわけです。本当は乗車拒否っていうのは、法律ではね禁止されてるわけですけど、はい。で、インド大使館っていうのがそっちに行ったときあります。こっちはインディアンオーバーシーズバンクということなんですけど、インドの銀行、そしてその奥にね、大使館あります。例えばよく皆さんね、タイからインドに行きたいって方いらっしゃると思います。その時はインドの大使館で取らないといけないんですけど、インドの大使館行って、取るんですけどね、でも最近はね結構厳しいみたいです、インドのビザね。タイで取るのは結構難しいということで、できれば日本で取った方がいいっていうふうに言ってます。ここに来たはいいけど、結局インドのビザが取れずにインドに行けなかったっていう人もいますから。で、これがプルマンホテルね、立派なホテルです。高級ホテルということで、ありがとうございます。で、もうここのプルマンから駅まで歩いて3、4分なんでね、すごく近いです。まあ、こういう露店なんかもたまに出てるんですけどね。で、ソイカウボーイっていうのが、いわゆる5号バーが溜まってるところっていうのがね、左側、そこのプルマンありますよね。そこから奥進んで300メーターぐらいのところです。まあ、そこに行って飲んで、ね、女の子踊ってるんでね、裸でね、そういったところ行くのもいいかもしれません。で、アソークになるとデパートとかターミナル21という複合商業施設があります。そういったところをね、行くとレストランとかいっぱいあるんでいいと思います。フードコートなんかもあるんで、ね、安く食べれたりします。
しかしのんびりしますね。でタイ来られたことない方は治安を心配される方って結構いらっしゃると思うんですけどね、まあこれはあんまり心配することはない。たまに爆弾テロとか、まあ、政治的な対立でね、ちょっとねなかなか来づらくなる時もあるんですけど、それを抜かせば治安はいいと思います。まず私の中で治安がいい悪いっていうのはね、どういったところで判断するかって、夜歩けるか歩けないかです。それで決めています。世界63カ国を訪問しまして、海外にも長期4カ国6年、こういったねここ回し7年ぐらい住んでますけど、やっぱり危ないとこは危ないです。だけどここはね大丈夫です。昔よりも、まあ、さらに治安良くなってますからね。でここがスクンビットの、地下鉄駅。これ地下鉄に関しては2004年に、できました。これは日本の ODA 援助、資金と技術援助によって建てられたもの。現在2路線です。で前方見ていただくとですね、そっち側見ていただくと今走ってますよね、電車がね、高架電車。あれが BTS と言います。1999年にできたんですけど、その1999年にできた、もの、あれもねかなり今かなりあの線が伸びてるんでね、すごく重宝します。でバスなんかはね今分になります。こういったバス、すごいね。昨日のバスだけどかなり古いですね。昭和の香りがプンプンしました。でそこトゥクトゥクなんかありますね。トゥクトゥクなんかも最近かなりね排ガス規制で減ってきたんですけど、まあ、乗る際にはねこの今運転しますよね、交渉しないといけないです。どこどこまで行くのにいくら、これは最初ね言ってくる値段っていうのはかなり高いんで、値切らないといけないです。でその上で利用する、まあ、女の子は一人とかで利用しない方がいいかなって感じはするんですけどね。あと腕っぷし自信がない男性とかで、これがターミナル21ということで2010年にできた複合商業施設です。この1階が日本海ということで日本を催した、階になってますので皆さん行っていただければと思います。でこれが喫茶店で、その奥が、美容室ね。あります。まあ、髪の毛もしかしたらね切りたい方もいらっしゃるかもしれないですけどね、まあ、最近のことはちょっと上がってきてますけどいいと思います。でもう少しでね駅の方です。あと 200m ぐらいで、この辺りは、麻生区に関してはかつて市場があったんで、今名残もあります。というよりもまだね八百屋さんがこの辺りねあります。この辺り見ていただくと昔ながらの建物があると思うんですけど、これは昔からある建物です。でこっち見ていただくと本当にここ20年15年20年できたビルばっかりですけどね、こういう感じです。なんでまあかなりここ15年20年で変わったというのはあります。そっちがソイのカウボーイということで、まあ、夜になると午後番オープンするんで、ね、いいです。でそっちがインターチェンジとエクステンタワーということで、まあ、かつてそこで私インターチェンジのそこのビルの中で働いてたんですけど、懐かしいです。まあ、こんな感じでこの辺りかなり近代的になってます。これが15年20年前これらの建物がなかったことを考えるとどれだけ、まあ、このバンコクが発展したかってよくわかると思うんですけどね。麻生区も今かなり発展しているところでございます。サイアムなんかも多いんですけど、最近麻生区とかでプロンポのあたりも、ね、結構開発されてきています。